神武天皇統制の図明治24年、足立銀行明治35年12月5日は、明治時代の浮世絵師、トンチ拳法発布式死刑不詳。姓は足立、名は平七。はじめ松節災銀行と称し、明治3年頃、銀行の名前で、母親戦争の錦絵を描き、明治7年以降、銀行と改名する。新匠、松一ととも豪す。 日本橋堀江町や南鍋町に住んだ。作画期は、明治3年から明治33年頃の間で、明治7年には、講談一石読み切りという大番西絵五十番、続くの役者絵を、銀行の名で描く。明治10年に起こった、西南戦争の西絵の、鹿児島新聞、川尻本人図、鹿児島新聞、熊本城戦争図のあたりから活動が目立ってくる。 また、足立銀行の画名で、東京名所の作品がある。その後人後事変、日清戦争、義和団の乱、議会関係といった、報道がとも言える西絵が続き、その他に、役者へ、芝居へ、名所へも描いている。また、古今名不況や、鬼助裁縫の図などといった、美人風俗画もよく知られている。明治22年、宮武骸骨の雑誌。 トンチ協会雑誌に大日本帝国憲法発布をパロディ化したトンチ憲法発布式を描いたことで不経済に問われ、重金庫1年、罰金50円、監視8ヶ月の刑が下された、新公共定、正殿憲法発布式の図、ありがとうございます。